浦茂は日本の陸軍軍人、航空自衛官、実業家である。航空自衛隊では第5代航空幕僚長を務めた。最終階級は陸軍中佐、航空幕僚長たる空将。石川県石川郡三馬村出身。1927年金沢第一中学校卒。1928年陸軍士官学校に入学。1932年に陸軍士官学校第44期を全陛下315名中を28番の成績で卒業する。同年10月25日、歩兵少尉に任官し歩兵第7連隊第10。中隊夫となり、後、第51代の連隊旗手を務めている。1935年第9師団の満州移駐により、同連隊独立中隊長として、抗日ゲリラと戦う。同年12月には、豊橋陸軍共同学校付となる。1937年11月、航空兵隊員に進級し、以後航空畑を歩む。1939年陸軍大学校を優等で卒業恩師の軍刀を受ける。1941年10月、少佐に進級するに、陛下は撤廃された。1942年2月大本営陸軍、参謀権航空本部部員兼陸軍、大学校教官。以降参謀本部で陸軍の軍需資材の調達、海軍との折衝を担当。1945年3月に中佐に進級、大本営陸海軍参謀、陸軍省軍務局会員兼任。終戦時の宮城事件では、反乱部隊の兵力運用計画の作成に関与する。終戦時、大本営連絡委員会委員として、委員長の有末清三の下で GHQ との連絡業務に従事。1946年免官後、海洋関係の民間会社に勤務。1952年内閣調査室客員として、再軍備計画に関与。航空自衛隊の設立のため、三好康之を中心とする陸軍航空関係者の空軍研究に参加する。独立国となる以上軍備が必要であり、軍備の中には、独立空軍を入れなければならないというものであり、翼のついたものはすべて集め、本隊と陸海協力隊の2本立てとして、必要に応じて、陸海に機材と兵員を派遣する構想であった。海軍は新海軍再建に傾倒していたが、1952年7月末から合流し陸海合同研究が始まる。1954年航空自衛隊の発足とともに、航空幕僚監部装備第1課長に就任。1957年次期主力戦闘機調査のため、アメリカに派遣される。1959年、源田実 FX 調査団により導入が決定したロッキード海 -104 準備室長として、導入準備と予算交渉を担当する。1960年航空幕僚監部装備部長に就任。この頃からバッジシステムの受注合戦が始まる。1963年受注をめぐり紛糾していたバッジシステムの最終調査団の団長としてアメリカに派遣され最終報告を行い、それを受けてヒューズ伊東中日本電機連合が受注を勝ち取った。その後航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚副長を経て1964年航空幕僚長就任。航空自衛隊創立10周年にカーチス・ルメイ将軍を招待。ルメイは日本政府より勲一等旭日大綬章を授与された。翌年、返礼として浦茂アメリカ空軍からレジオン・オブ・メリット勲章を授与される。1966年大韓防衛庁参与丸紅に技術企画室長の肩書きで迎え入れられる。1969年扶養海洋開発の副社長に就任。1977年退任。出身校である、金沢第一中学校の同窓会である、関東一戦会の第4代会長を務めた。2001年11月、92歳で逝去。ありがとうございます。